はい、お世話になります。トラジャのボスです。いつも応援ありがとうございます。で、今日もシートね、オーダーシートのご紹介をします。このお客様、T さん、いつもありがとうございます。ご遠方から、これで何代目になるんかな、ずっと当社で作っていただいてます。本当に感謝してます。動画を見ていただいているんであれば、ありがとうございます。本当に嬉しいです。リピーターでこうしていただけるっていうのが、僕らにとってこう、なんていうかな、頑張って作った証なので、嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いします。で、今回のシートも、気に入っていただければと思います。まあ、車両のね、色に合わせて全部細かく作ってます。革も、黒革を真ん中の黒革とこのサイドも違って、1色2色3色かな、3色の黒革を使って、それに色を入れていって、でステッチも入れて、ステッチの色も変えて、ステッチも1色2色かなで、変えて作ってます。ピチッとこう、わかるかな、ラインがピチッと出てるこの感じ。あとこの背もたれもちゃんとこんな形で作らせていただいてます。質感もちゃんとできて喜んでもらえたらと思います。なかなかね、シートの作りって難しくて、裏までこんな形で綺麗に仕上げてます。よいしょ、こちらも裏綺麗にね、こんな形で仕上げるようにしてます。で、この子を見るときに一番なのは、この後ろ、真後ろからこう見ていただいて分かりますか、ピシーってこうラインが通っていってるのが分かってもらえれば嬉しいです。今現在、こういったシートのオーダーにつきましては、2021年の12月20日かですね、今の今日で。さとちゃん、シートを今ご注文いただいたらいつ頃や、来年のゴールデンウィーク、だから5月6月頃か、うん、ありがとう、うん、ぐらいに、来年の今までだいたい半年待ちぐらいになっちゃってしまってます。そこだけちょっと許してください。こういった形で前からね、僕らのシートじゃないとって言われるお客さんがたくさんいていただいてて、絶えずこう発注をいただいてます。そこの中で一個一個丁寧に作るようにしてますね。細かくこんな形で作ってるので、ちょっとお時間がかかるので許してください。お手間をかけますが、ちょっと時間がかかりますが、どうぞよろしくお願いします。いつもね、応援ありがとうございます。はい、こんな形です。